今日のスターターは富樫勇樹、イゼイビア・クックス、原修太、ジョン・ムーニ、アイラ・ブラウンという5人でスタートする千葉ジェッツです。さあ注目の第1クォーター、ジョン・ムーニーが制して左から右に攻めていきます。チリとムーニーがつきます、スキップパス、ここからのバウンスパスがターンオーバーになりました。アイラ・ブラウン走っている原修太、グループリーグの4試合アベレージで 17.3 ポイントでした。ムーニーのスリー、富樫です。富樫とジョセフリン、ピックアンドロールから富樫のスリー、来ました。ジェレミー・リンの4歳年下の弟さんです。マニゴーからジョセフリン、ネットブロック、ワンポーチ11番が入っています。富樫からムーニー、さらにゼイビア・クックス、いやいいプレーでしたね、はい、やっぱあのドライブで切っていった時にディフェンスが結構反応してるんで、そこをうまくパスでつないでね、あのシュートまで行き切ってるような経験なんかも豊富ですよね。7シーズン中国でもプレーをしていました、ロング2小川です。ナイスリバウンド、今度は小川のスリーだ、これも来ない、いいリバウンドですよ。ゼイビア・クックス相手が落としてくれてるんで、非常にこうよくはなってきてるんですけど、はい、安心です。このまま一歩目のスリー落としました。さあ富樫が行きます。富樫が戻って、スピードのミスマッチ、富樫のスリー、うわー、すごい、素晴らしい。第1クォーターから3本目、3分の3、はい、よく決めました。いや中川さん、今日は富樫の日っぽいですね。いやさすがですね、やっぱりね、クォーターだけで富樫が13得点、いや素晴らしいですね、やっぱりね、リバウンドまでしっかりね対応していきたい。はい、アンクルブレイク、富樫ロングツー、よく決めました、2本連続。ブランクリーがここも行きます。ブランクリー、ナイスブロック。クックスはこうして運べます。クックスすり抜けて自ら決め切りました、はい、ナイスドライブでした。はい、まあ、アウトサイドだったんでね、少し、はい、そして前から当たりに行って千葉、ここはターンオーバー誘発のゼビア・クックス、でジョセフリン、ショートリバウンド、アイラブラウン、はい、逆速攻持っていきたい。原修太、ちょっとスピードでね、原修太対応していきたいですよ。わー、持ってた、今はね、フィジカルパワーで押し込んでいきましたね、シュートまで行き切りたい。アイラブラウン、ベースライン、アイラブラウン、ムーニー点、ここからリードを広げることができるか。前半残り1分半、原合わせですよ、ムーニー、エルボージャンパー、また落ちました。富樫スピムーブ、入れ替わって富樫フローター、リバウンド、クックス、いいリバウンド、エンドワン、いやーこのセカンドチャンスですね。オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイント、大きいですね。そうですね、ここしっかり取り切れてるのはですね、はい、7秒あります。富樫、富樫とジョセフリン、富樫結局自ら、うわ、来た、決めてきました。ここもね、まあ、コース止めてますよ、ムーニー選手が、はい、あーっと入れ替わった、ヤンチバルク、円形がねうまく取れてますよね、はい、ムーニーのショーディフェンス、インサイドミスマッチ疲れましたが、金近に続いてゼイビア・クックスのブロックショット、原です。原と荒尾のピックアンドロール、原合わせてムーニー、原です。ムーニーとのピックアンドロールから原が入っていく、ストラック、オープン、ムーニー打たずに入っていく、富樫のスリー、さあ1点差、はい、富樫、小川、原修太、そしてクックスとムーニー、第4クォータースタートの5人です。ギブアンドローからムーニー、スリーを決めてくるとは、マニゴーマカススティール狙ってます。ただゼイビア・クックスリバースレイアップ、ちょっとここはボールムーブメント取り戻したいところ、富樫、富樫、原、原のロングスリー、きた、決めた、原、原、ナイスアシストですよ、アイラブラウン、きた、さあ今度は千葉、富樫、富樫、富樫のツーポイント、きた、いや富樫の今のアイソレーション、そうですね、うまかったですね、富樫、ここも逆に千葉もリバウンド、富樫のスリー、きた、富樫、富樫のスリー、リバウンドはムーニー取れない、うん、無理しないで、おっとポゼッション、千葉です、原、きた、素晴らしい、さあ来た、原修太、1本ね、ポゼッション得点につなげていきたい、富樫のクローター、いやーすごい、富樫にジョセフリン、残り5秒、ショットクロック、富樫、ムーニーへ、ムーニー、決めた、いやーよく決めましたね、今ムーニー選手、いやーショット、オースティン・デイ、オースティン・デイとクックス、クックス、クックスのディフェンス、クックスブロック、ナイスブロック、そして原が確保、本当にあの勝利掴める、うん、
さあ最後のフェスシュートまで持っていきます。ジョセフリンロングスリー、そして試合終了。千葉ファイナル4の準決勝第2試合、苦しみながら苦しみながら最後は92対84、ニュータイペイキングスを下して決勝進出。チャンネル登録してグッドボタンよろしくお願いします。